遥かなる伝説の時代、この世に邪悪がはびこりし時、安らぎと平和を願う人々の祈りは、一人の聖なる武者を出現させた。その武者、輝ける鎧を身にまとい、邪悪なる者どもを追い払ったという。だがその邪悪、巨大な怨念の世界を築き、 再びこの世に災いをもたらさんと侵略を開始した時、ここに至り聖なる伝説の鎧は蘇った。その名を飛行艇という。 俺には分かんないな。あん時にシュテンが邪魔しなけりゃ、あのカイラってやつを倒せたんだ。シュテンには、シュテンの考えがあるのさ。なぜカイラへの攻撃をやめたのだ。いまだ私が至らぬということか。答えてくれ、カオス。シュテン。 俺たちは行くぞ。私は動けぬ。お前たちだけで戦うがいい。カオスの意志が見えるまで私が動くことはない。シュテン、僕らの力には。せっかく俺たちを助けてくれようとしたって言うから期待してたのによ。見損なったぜ。シュテン、 これだけは言っておく。私たちの前に再びカイラが立ちはだかれば容赦はしない。カイラが何者だろうと、アラゴに味方する者は倒さねばならん。ナスティとジュンを頼む、シュテン。 みんな、無茶はダメよ。 大丈夫、シュウは僕が見ているよ。どういう意味だそりゃ。いやいや、頑張ってお兄ちゃんたち。私たちのことはマガタマが守ってくれるわ。心配しないで。アラゴ、決着をつけてやる。
みんな、行くぞ。おう。私たち一族はね、悪霊から人間を守るのが神様から与えられたお仕事なのよ。お前も立派に修行してカオス様のようになるんだぞ。あの人誰？あのお方がカオス様ですよ。一族で一番お偉い方だ。カオス様はいつも私たちのことを見てくださってるのよ。何、カユラが？はい、カユラはもうあのままでは。何ということじゃ。父様、母様。カユラの一族の力はもう利用できぬと。九つのお堂も完成間近いというのに、我が一千年の望み人間界とこの妖者界を手にするためには九つの鎧すべてが必要じゃ。アユラの力なくして我に策ござります。申してみよう。カユラは釈状によって記憶を取り戻すでしょう。それを阻止できるのは我が自領衆の力のみ。もったいつけるでない。さっさと申せ。はは、我がカユラに乗り移り妖者の力を操ります。さすれば気候帝の力をもしのぎましょう。ほう。されどアラゴ様、そのためには一時ほど暗黒の力を吸収せねばなりません。カオス一族の者の中に入るのですから。うん、それまで視点と釈状は抑えておかねばならぬな。邪魔者は抹殺するに限ります。では、サンマショーを呼べ。サムライトルーパーはどうじゃ。うじゃうじゃ出てきやがるぜ。ここで無駄な時間は使いたくない。武装して一気に蹴散らした方が得策だな。よし、武装して一気に城を目指すぞ。ああ
におぞい。再びカイラが立ちはだかれば容赦はしない。カオスよ。お姉ちゃん、お兄ちゃんたち大丈夫かな。お姉ちゃんたら。大丈夫よ、きっと。主典、カオスとカユラには何か関係があるとでも言う。この中に潜んでいる。心せよ。主典に油断は禁物。奴とは共に妖者界のために戦った中、必殺の高麗戦の恐ろしさ身に染みて知っておるわ。そらそらそら。敵じゃねえ。もっと歯ごたえのあるやつはいねえのか。トン、おかしいな。確かに。カイラと三幕を見た者はいるか。まだ見ていない。僕も見ていない。どういうことだ。アラオメ、何を企んでいる。ような皆さんにまつり、主典、ナスティとジルを頼むぞ。カイラ、カイラよ、カイラ。カイラに何か起こったのか。どんなおそばのいいよ、どんどんらしょんどろとんのどろそろどんの。この世が生まれてより常に妖者の世界を支配してきた我ら自領衆に、唯一逆らったカオス一族の子孫よ、我が怨念の虜となるがよい。おそらくカイラはカオス一族に関わるもの。それで釈情がカイラを守り続けてたってわけね。ならば誓おう。かつてカオスが私を救ったように、今度は私がカイラを目覚めさせる。来て戦うのね。それが我が定めならば。しばらくだな、主典同時。お前たち、いまだ悪夢から覚めんのか。悪夢だと、小賢しい。武装して戦わぬか。私が再び鬼魔将となることはない。腰抜けめ、小娘小僧ともども皆殺しだ。死ねえ。うわ。主典よ、信ずる者のために戦うは我らとて同じ。アラゴ様のために。お前を倒す。愚かなり三魔将。
ようか。払われたな、カイラ。調子に乗りすぎたようだな、コアッパどもよ。我が治療衆最大の奥義、見るがよい。妖者団、妖者団、あの妖者団か。侍トルーパーも最後の時が来たな。主典、貴様もそろそろ観念せい。おのれ、カオスよ。なんだ。これがカオスの力。三魔将、いずれお前たちも救う。妖者大人、やつらを押しつぶしてしまえ。来るぞ、食い止めろ。冗談道大鉱山。冗談道超流には鎧パワーは通用しない。死ね。あ、これは体が動かん。なんだ、そう。逃がしはせんぞ、コアッパども。よう、石膏弾だ。みんなの力を結集するぞ。しかし、あれに通用すると思うか。このままやられるよりはいい。行くぞ。やるがいい。冗談道戦闘弾。あ、遅かったか。侍トルーパーも全滅じゃ。カイラ！カイラよ、目を覚ませ。お前、この気配はバタモン。いかにも我は暗黒の司祭。バタモンなり。おのれ、この釈上の力でお前を打ち払い、カイラを解放してみせる。できるかな、お前ごときに。釈上の力、いくみるな。主典。おのれ主典。逃さんぞ。役立たずどもめ、気負ったか。もう逃げられんぞ主典。貴様の負けだ。潔く首を差し出せ。これは。この私に戦えと、それがあなたの意志ならば喜んで鬼となりましょう。うそ。
くぞ、バダモン。この四天同士、最後の戦い、とくと見よ。来るがよい、四天同士。燃えよ、高麗戦。我が心のままに。四天王寺の必殺技、高麗戦はカイラを解放することができるのか。戦え、四天王寺。